中国公式メディア新華社11月30日は、元中国共産党総書記江沢民が死去したと報じました。新華社が発表した全党全軍全国各民族に次ぐ人民書によると、江沢民は白血病と多臓器不全を患い、救急治療が効かず、2022年11月30日12時13分、上海で死去しました。96歳でした。